アインシュタインのビジュアルレディオよいしょ。さあ始まりました、アインシュタインのビジュアルレディオでございます。この番組は、見て楽しんでいただく架空のラジオ番組となっております。今回はですね、ロート製薬さんの提供でお送りいたします。ありがとうございます。大企業ですよね。はい、知ってるのかな、ロート企業さんは僕たちでやっている。ロート企業さんロート製薬さん、はい、まあ、僕たちでやってるっていうこと。まあでももちろんその僕たちがやってるってことは、ね、ご存知でしょうし、それはもうやっぱり薬といえば稲田さんじゃないですか。とんでもない。いやいや、いじってんの。何の謙遜や。いやいや、とんでもない。いやいやいやじゃないのよ。やめてよ、もう。いやいや、バカにしてんねんから。参るわ。なんで参んねん。まあ、今回もはい、スタッフさんが用意してくれたお便りが。いや、しっかり言うやん。それメールをいただいてるんでしょ。そうですよ。はい、もちろんね、はい。ラジオ番組ですから。はい。いきますよ。ラジオネーム。いなちゃん、いのちさんからいただきました。全然俺のことに触れてくれへん。なんでなん。河合さん、稲田さん、こんにちは。はい、こんにちは。稲田さんに質問です。はい。最近悲しすぎたことはありますか。お前への質問なんか偏ってんな。うん、悲しいとか恥ずかしいとか。そうですね。糧となるんですかね。ああ、で、まあ、裏返したらきっとあるやろうっていうことです。そうですね。いじってんな、結局。悲しすぎたことで、はいはい、まあね、こういう時期になってね、うん、マスクを確保するのも大変だった時期もあるじゃないですか。はいはいはい、今はちょっとね、割と買えるようになりましたけど、ね、そういう時に一応普通のマスクもあったんですけど、うん、こうね、洗えるタイプのマスクも僕使ったことなかったんですけど、もしそのストックがなくなった時のために買ったんですよ、うん、あのちょっとスポンジっぽい素材のやつね。そうそうそう、はいはい、あの真ん中が丈夫なやつピッてこうなるやつ、ね、あのどんなつけ心地なんか単純に興味があって、はい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 、別にまだストックはあったけど試しでつけた日があるんですよ。ほんで本当に半日ぐらいです、外出てたの、はい、で半日ぐらいつけたら、うん、もう顎パツパツすぎて真ん中から綺麗に裂けちゃったんですよ。あんな丈夫なやつ。いや、丈夫？あれ丈夫？だいぶ丈夫。だってあれさ、結構ゴシゴシあろうても大丈夫やね、あれ。いや、大丈夫ちゃうで。いや、お前が規格外すぎんねんって。すっごい綺麗に出てたんですよ、顎だけ。ここが多分ね、スリット入ったんや。そう、スリット入っちゃって綺麗に裂けて、裂けるチーズみたいな。いや、かわいそうにな。いや、本当全部入らへんやろ。フルフェイスのヘルメットとかで入らへんかったやん、お前。バイクの入らへん。で、広島まで行ったやろ、お前連れ合いに。あ、そうです、そうです。フルフェイスのヘルメットかぶって、はい、バイク乗って14時間ぐらいかけてね。あ、で、顎だけ真っ黒になってた。排気ガスでかわいそうや、不倫やわ。一番このグッと守らなあかんとこやのに。はい、すごいな。だってだから T シャツもやろ、だからお前 T シャツ、その丸首の T シャツ着るときしんどいやろ。あ、そうです、そうです。だからよく、だから襟がすぐ伸びやすいんですよね。だからなんかその誰にも見せてないですけど、このこうしてたら引っかかるんですよね。はいはいはい、だからそのできるだけその胸と顎をくっつけて人知れず苦労があるんやな、やっぱりバリだるい。ど真ん中さん、いらっしゃい。さあ、今回は何なんでしょうか。今回はですね、はい、我々アインシュタインといえば、私が吉本デザイクランキング1位を取って、はい、河合さんがまあ男前ランキングちょっと3位と言って、まあ、中途半端な。いや、まあ、確かにそのお前ほどはぶっちぎれてないけどな、まあ、顔面格差コンビと言われている2人なんですけども、はいはい、真逆な2人だからこそちょうど間の意見を出し合おうじゃないかっていう。なるほど、ちょうどいいラインのね。そうです、はいはいはい、2人で考えるそのお題テーマがですね、はい、10日ぶりに食べるご飯、一体一番何がいい、ちょうどいい。10日ぶり、はい、もうお水しか飲んでない。お水しか飲んでなかった。別に何の理由もなく何の理由もないんや。ダイエットとかでもない。でもないんや。はい、別にお金がないとかでもない。まあ、でも本来はおかゆみたいなのから鳴らしていかなあかんけど、 そんなん一回度外視してってことだ。一回度外視します、もちろん。一番何が好きですか、河合さん、食べ物で。僕はもう明確に焼肉なんですよ。ああ、ほんまアホみたいにどのインタビューでも答えてんもんな。で、なんかその焼肉食べたら
元気になるんですみたいな、受けてんの見たことないけど毎回言うやんそれ。でもなんか忘れんといてほしいんですよ、焼肉っていうものの美味しさを。いや牛たちのために年々食べられへんくらい。ああ僕は食べれるな、そんなに食べないんでね。あ大切にしてるんですよ焼肉を。当たり前みたいに行くのは絶対違うから。年間で俺1回か2回かな、週3。いやいや全然大切にしてへんやそうそう断るごとに行ってるやんそれ次1回行くか行かないかぐらいですね。お前だって50過ぎのおばちゃんと手つないで行ってたもん焼肉やろ。違う40代後半一緒やん、どこで出会うねんそんな世代の人と。やめたってやマジでそれ何なんそれ、どういう関係の人なんその50のおばちゃんは。すごくその支えてくれる人僕をどういう面で。だからお金がなかった時とか、なんか美味しいとこあのお金ないんやろって言って食べさせてくれるんです。ご飯をごちそうになってた。はいもうね、紐紐の時やって、俺汚い紐やなこんな汚い紐あんの。紐史上一番汚いから自信あります。俺より汚い紐出てこいや高田のみこやかっこいいやなんやろな、どうかぶりか。ちょっと胃に優しいとかも。いやでもそれ関係なしでしょ。関係なし、いっちゃん。いや関係あんのかな。いやでもなしでええんちゃん。あるっていうか、まあ、びっくりするじゃないですか。焼肉は僕でも10日ぶりやったら焼肉ちゃうと思うんですよ。あだからなんかそれこそパスタとか。パスタかなんか野菜炒めとか優しさも欲しい。いやさやけどもうめちゃくちゃ腹減ってんねんで。握り飯かな。あ握り飯は、まあ、握り飯かなの具は。なんかテーマ変わってきてる何これ。まあでもまあ握り飯ええな確かに。まあもうシンプルに味噌汁と。うわ味噌汁だ。どっちかっすよ。どうって何どうはダメですね。あ1個だけ。そりゃそうやわ。うっそや。いや僕今握り飯と味噌汁って聞いた時僕どっちかやったら味噌汁か買った。あーそう、はい、うわないんやろな。カレーは絶対やめた方がいいもんな美味しいけど。あシチュー。いや違う。いやおりゃ味噌汁だな。なんでいればな。おりゃ味噌汁だなって言ってたけどいや俺でも意外とたこ焼きとかあるかも。いや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 これだからその食べへんやん逆に大阪の人ってそんなに。10日ぶりにわなかのたこ焼き食うてみ倒れんでうますぎていやいやわかるけど、はあ、どうする。うわ全然ちゃう。早答えろってそうやな。たこ焼きって言っとこうか。えたこ焼きって言っとこうか。なんか東京行って、はあ、たこ焼きが出てんのにたこ焼き選べんってなんか東京に染まったとか言うやつおんでたこ焼きって言うわよ。女ほんなら最終の決定本の稲田さん言うてください。はい、たこ焼きですもうなんでそんなあっさり言うねんお前アインシュタインにお願いしたい。さあ、このコーナーはですね様々な企業さんから、我々にいろんなお願いが、はい来ますのでそれを、僕たちで全力で、お答えしていこうというコーナーでございます、はい今回は電話がつながっているということでございます。この方です。もしもーし。もしもし。あもしもし。綺麗なお声の。本当ですね。初めまして、ロート製薬のマーケティング&コミュニケーション部のふけと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふけさん、ちなみに僕たちアインシュタインのことご存知ですか。もちろんです。存じ上げております。どっちが好きですか。え、それはどちらとも。いや、強いてで結構です。優劣をつけてください。強いてですか。難しいんですけど、はい、うん、稲田さんが面白くてすごく好きです。やったやったあ引くってなんか引くわそのリアクションはなんかちょっとマジっぽくもあるしさあ、そんなふけさん、お願いとは何なんでしょうか。はい
お二人はニキビ占いをご存知ですか？ニキビ占い。ニキビ占いっていうのは、あ、こちらすいません、フリップ今用意していただきました。こちらですね。いきなりですけど、お二人にクイズです。ほう、まるまるのニキビは片思い。まるまるにできたら誰かに思われてる証拠。思い思われみたいなやつ。ああ、どこやった。溝？鼻の下の溝？いやいや、あんまりなくない？なんかこういうのでさ、鼻の溝のニキビはって。あ、そうか。眉間？眉間？え？お？あ、近い、近いです。あ、近い？デコ？あ、正解です。片思いの方ですね。あ、上の方。デコのニキビは片思い。おでこのニキビは片思い。おでこのニキビは、はい。どこそこにできたら誰かに思われてる証拠。母。なんだ、誰かに好きって思われたら自分のおかんにニキビできる。どういう作用やねんそれ。母にできたら思われニキビ。どこやろ。あ、これも。まあでもよくできるとこで言ったら、ちなみに受けさんはこの場所にニキビできたことありますか？もうよくできますね。女性が多いと思います。うえめちゃめちゃ思われてんじゃん。ほんまや。思われてん、自分で言うてんじゃん。私めちゃめちゃモテるんですよって言うてもてんじゃん。あの、悩みがあるなっていう、ここにできるのでよく悩みます。あー、なるほどね。女性、はい、顎、あ、え、顎？正解です。あ、そうなんや。顎です。あ、そうなんや。顎にできるんですね。でもまあ、ふけさんは、はい、誰かによく思われてもおもてになるということがいい。めちゃめちゃ調子乗ってんじゃん。まだできたわ、まだ思われたわ、おもてんじゃん。なるでもおもてんじゃん。思われるもん。思われるのなるでもおもてんじゃん。そんな、ね、気になるニキビを増やしたくない人たちや、シミを予防したい人、はい、毛穴の目立たない肌になりたい人たちに、はい、お二人の商品があるんです。 お二人の元にもございます、はい、メラノ CC 薬用シミ集中対策美容液なんですけれども、こちらですね。こちら3年連続美白美容液売上数量ナンバーワンです。そうなんや。ニキビ、シミ、毛穴が気になる方にご使用いただいていまして、はい、コスパがいいと口コミや SNS でも話題の商品なんです。これはどういう風にして使うんですか、ふけさん。化粧水の後に、こちら美容液なので化粧水を塗ってポタポタと出していただいて、はい、顔に塗っていただくっていう感じになるんですけれども、これじゃあ今ほんなん塗ってみていいですか。はい。じゃあ化粧水の後にということは稲田さんの場合だったらどうなるんですかね。僕の場合は、はい、導入化粧液入れて、プレ化粧水入れて、化粧水入れて、それですね、4つ目。あ、4つ目。あ、メラノ CC が4つ目。はい、4つ目。ほんでメラノ CC 塗って塗って、美容液塗って、うん、美容オイル塗って、で最後にワセリンで閉じ込める。もう塗装やん。7つ、7つ7つすごいな。結構あれなんですね、この、液体美容液。液体やん。うん、そのクリームとかじゃなくってことなんですよね。そうなんです。あ、でもすごいしっとりしてる。あ、なるほど。あ、すごい、ええ匂いするわ。へえ。あ、ちょっと僕ドーラ塗っちゃった。ふけさん、はい、マジでめっちゃいいかも。めっちゃいいです。あ、嬉しいです。ぜひあのプライベートでも使っていただけると。これあれ今僕目の前に箱入りが3箱と、うわ、すげえ、はい、箱から出てんのが2本出てるんですよ。はいはい。これ5本全部持って帰りますね。どうぞどうぞ。あ、いいよ。ぜひぜひ。あ、めっちゃいい、マジで。ほんまや、めっちゃいい匂い。このなんか本当になんかあの使いやすいよね。ポタポタってちょっとずつ出てきはるんですね。あ、そうなんです。出てきはる。敬って。すごいな、美容液のこともう敬ってる。はい、そうです。先輩に言う時の口調やね、それ。なんかギュッと押したら出てきはったから。何が。美容液さんが。いや、美容液にあんまり酸つけへん。これもあれですか、
もう1週間ぐらい持つんですか？いやそんなもたへんや聞いたことないの。逆に怖いやろそんな美容液お前。そうですね、1回塗ったら1週間はあって毎日ちょっとずつやるからこのお肌の調子がまたこの戻ってきたりとか、この毛穴の乾燥とかがね防げるから目立たなくなってくるんですよね。そうですね、潤わしてくれて毛穴も目立たない肌に。僕ちょっと今顔をドーラ塗ってるから手に塗りましたけど、手がもうすごいしっとりしてますよ。信じられへんと思いますけど僕が言うても稲田に対極にある言葉やもんな、しっとりって。しっとりはありがとうございます。でもあのこの商品の良さは十分、一回使ったらすぐにねあの分かるぐらい、うん、いいものだと思います。ふけさんすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングでございます。はい、まあ、あの前回に比べると少しキュッと、あ確かに、ね、できたんじゃないかと。なんか分かってきましたね。なんとなくね、はい、3回目にしてようやくつかめ始めておりますけれども、はい、はい、もう1時間近く押しております。あそうですね、はい、すいません、申し訳ございません。はい、カット。